気温はギリギリ30度に達しましたが、秋の風が吹きつけています競争水面。行楽シーズンを目前に傍聴交通杯ボートレースレジェンドは12レースの優勝戦が始まります。さてここはピット離れで動きありました。飛び出していったのは6番の石川、なんとか4番の前田はこらえきりましたが、石川このままですと5コースやや離れた位置に5番の鈴木とつけています。12レースの優勝戦、少し風があります競争水面。スタートライン上やや風向き不安定な状況になっています。その中1コースには1番人気1番の中澤和志です。ここまで最多の5勝をマークしました1番中澤が1コース、その中澤と同じく今年9回目の優勝で今年初 V を狙います。2コースは2番の山田豊、そして後ろは3コースに地元岩国の清水浩二、こちらは3連勝と上り調子です。後ろ船引いて4コース角1はここに来て0台スタート3連発4番の前田光明です。そして一つうちの5コースを奪いました6番の石川義隆、一方6コースとなりましたが初優勝へパワーが後押し5番の鈴木弘隆です。12レースの優勝戦、スタートライン上の風は比較的弱い状態、微風のコンディションです。スタートまで10秒を切りました。優勝戦進入体系はインコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1番の中澤コースターとも2コースが遅れました。3番の清水が続いて1周1マーク、逃げる中澤に対し清水はまくりに来ますがこれは届きません。インからあっさり押し切りました。中澤が逃げます。そして2番手はまくっていった清水に刺して山田が迫る展開、さらに左右長をついて5番の鈴木も2番手ラスに伸びてきました。スタートは前提正常です。早くもちぎります。1番中澤先頭、2番手内から迫っていく5番の鈴木、外を回って2番の山田が振り切る、そして刺し場ができて清水が差し返すも、ここは3番手、2番手は2番の山田が抜け出しました。リードは2停止半で続くのは3番の清水、後ろは4番前田と5番鈴木、4番タラスになりました。最後方6番石川が追走です。リードを広げていきまして先頭1番中澤、そして後ろから3番で上がってきた4番前田、先にもありましたが清水は刺してかわしています。バックストレッチに移りまして先頭1番の中澤、2番手が2番の山田、3番手に3番の清水と追走、後ろ4番の前田は差が開いての4番手、5停身と3、4番手は差が開いています。2周目2マークから上位3手ホームストレッチに移りました。先頭は1番の中澤和志、2番手が2番の山田豊、3番手は3番清水浩二、追い上げている5番の鈴木、しかしまだ3番手とは4停身と差があります。優勝戦は最終周回に入りました。先頭は1番の中澤和志、ここはトップスタートから圧倒する動きでした。最後のバックステージに移りまして、ここでも3番手清水が守っています。堂々1番人気に応えて先頭1番の中澤和志、そして2番手が2番の山田豊、3番手が3番の清水浩二です。インから圧倒する走りでした1番の中澤、今年9回目の優勝で今年初優勝、通算では27回目、ここ徳山では初優勝、堂々1番人気に応えました。優勝1番中澤5輪、2番山田5輪、3番清水5輪、5番鈴木5輪、4番前田5輪、6番石川五輪。第12レースの確定は1着1番中澤和志、2着2番山田豊、3着3番清水浩二、以上でございました。